最後はねなんかダラダラと言いたいんですけども必要な栄養素の昔と今ってことなんですけども、えっと、昔と今と必要な栄養素のバランスってかなり変化してると思うんですよね。で私たちの体がいつの時代が一番消耗してるか昔はのんびりとした穏やかな時代で今は現代社会はものすごく忙しくって体力を使ってね精神的にもかなりすり減ってるよみたいなことを感じる人がいるとしたらちょっと待ってほしいんですよ。 消耗すする度合いいいっって過去の方が圧倒的に大きかかたんじゃないかなと思いますよねだって50年前って肉体労働しかなかったわけですよ今みたいにパソコンがないわけですからなんかデスクワークなんて基本的になかったんですよ50年前ねで100年前ねテクノロジーのない世界で国民のほとんどが農民でしただから農作業ばっかりしていたんですよどうですかねその時代の方がのんびりとした穏やかな時だったですかね 最近でも農家の方がね、嵐とかになったらあの川が増水してで心配で畑に見に行った人がね、川に流されちゃったみたいな事件がありますけどもあれが今は特別な事情だと思いますけども100年前っってみんんながあれだったんですよね。それこそ農作業で調子悪くしたりとか農耕器具で怪我をしたりとかそれからね、腰を痛めてね、年を取った時にもう腰を曲げながらじゃないと歩いていけないみたいな健康をどんどん壊すようなことをしていたわけですよ。 テクノロジーがなかったんでねでも今は人口のほとんどが農家をやってますかってほとんどの人はやってません多分ね5%ぐらいの人が農家なんですよしかも兼業農家ですそのぐらいわずかな人で日本人の半分ぐらいを食わせれるような食料自給率を賄えるって言ってるってことはなんか100年前っていうのはねむちゃくちゃ大変だったと思いますよで自分を癒すべきエンターテインメントもねないですからねスマートフォンとかテレビとかもないですからね か100年前の方があれじゃないですか肉体的にも精神的にも大変だったんじゃないですかね憲兵とか出てたわけですよ変なことを言ったらしょっぴかれるわけですよで拷問を受けてひどい時にはそのまま獄中止運が良くても帰った時にはもう寝たきりみたいなね状態であの憲兵っていうのがね私たちの限度を統率してるわけですよだから昔の昔に比べて今の方がストレスが多いとか なんか栄養のバランスが壊れやすいっていうのはちょっと違うんじゃないかなと思いますよね200年前は戦国時代戦争してましたよみんなしていつ死ぬかわかんない時代ですよまあ、それこそ空襲があるのはね昭和20年ぐらいだったと思いますけども昔の方が精神的にも追い詰められてたし肉体的にもなんか重労働しかないしみんなでね大変だったんじゃないかなと思いますけどもねうん で、昨今現在はあんまりたくさんの栄養素が必要でなくなってきたとも言えるんですよちょっとの食事で十分働けるみたいなねで今あれでしょ移動も自転車とか車使うでしょで私が小学校の頃って情報収集って図書館に行ったり物知りと言われてる人にわざわざ会いに行ってお茶飲みながらね1時間2時間話すしかなかったんですけども今検索して一発じゃないですかだからたくさんの情報を私たちは扱えるようになってきたんですよ でそもそも今はいちいちあらゆることを用事に対してね遠方まで行く必要はなくって勤務地が遠い人っていうのはめったにいないですよねで林業とか漁業とか農業とか工場勤務をされてる方は少ないじゃないですか例えば漁師の方って起きるじゃないですかで出勤するじゃないですか船に乗るじゃないですかブーっとそこからね何十キロも置きに行くわけでしょ仕事にすごい移動距離ですよね でで林業の方もそうですよねいや今日は林業するぞって言って、まあ、車に乗るか歩いてね現場まで行くんですけども現場までがまあ人作業じゃないですか今は車でピュンと行けますけどもねそれから林業そのものやってる人はそんなに多くないですけどもね農家も大変ですよねだって田んぼとか畑のところまでわざわざ行かないといけないでしょでいろんな道具を抱えていかないといけないじゃないですか収穫の時もこうやって手でむしりながらでやっと持って帰っていってしかもそれを農家あ市場かなんか出さないといけないでしょ だから収穫から販売まででで全部自分でやるわけですよ大変だと思いますよね今の方があらゆる場面で楽なんじゃないかなと家事ですらですよ家電がほとんどやってくれるじゃないですか水事洗濯場合によっては子育ても全て情報収集から作業まで全部楽チンですよ今、うん、だからあんまり働かなくていいんで低カロリー消費時代体力もカロリーも省エネ時代になってるんではないかなと思いますよね で、そもそもね、結婚したら家事が大変だっていう人いますけども、独身の時もやってたでしょってことなんですよ。独身の時にお父さんお母さんに全部面倒見てもらった人は結婚してから大変だって感じると思いますけども、一人暮らしが長い私にとってみたらね、結婚したからといって何だ一つ作業増えないですね。同じですよ。だから何が大変なんだろうと思いますよ、正直。独身時代の時にちゃんとね、炊事洗濯掃除やっていれば、自分一人前でもね、それが二人になったり三人になったりってところでそんなに増えないですし、 もそもそもね自分の大好きな家族に快適な環境で暮らしてもらおうと思ったらそのぐらいのことをね鼻歌交じりにできるんじゃないかなと思うんですよ。そんな大変ですかね家事とかなんとかって。であれじゃあだからどっかバイトに行ったりとかどっかの社員で働いても掃除ぐらいするじゃないですか、ね、勤務時間ないにしても外にしてもね掃除とか整理整頓は職場で当たり前にしますよね。 じゃあ職場よりももっと大事な家庭でもっと当たり前にできるんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうかね。家事大変なんですかねそんなに。楽ちんでしょ。っていうか作業ですらないですよもう家事なんて。自分のことですからね。それで時給もらおうなんて思ってるわけじゃないですからね。全然大変じゃないですよ。なんで結婚したら家事が大変になるんですかね。独身時代にサボってたからじゃそれは。そうしか思えないですけどね。 最後はねだらだらと <laughs> になりましたけども何かのヒントになれば幸いでございます。